はい、皆さんこんにちは。ブロックビルダーの時間です。パート2やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。パート1では家を作るって言ったんですけど、家全部作りきれなかったんで、パート2でね、家を全部作りきれたらいいなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあカメラマンはマイさん。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらのおじさん、お尻破れてますよね。そう、お尻破れてる。破れてます。ちょっと近い。お尻破れてる。お尻破れてますね。ほれ。この人たち、どういうなんかコンセプトの人なの？わかんないけど、なんか、ね、囚人みたいで。壊しちゃった、やだやだ。あ、やだ。あ、間違った。でも、赤 B ボタン押しちゃった。不慣れ。参ったんで。ちょっと屋根作るからさ、はい、あの、そのドアのとこと、あと松明とかさ、なんかさ、明かりを、なんとかしといてさ。そうですね、明かり。家の中の明かりを。あ、もう中作っちゃいますね。ん、じゃあ先に屋根作る？そうですね。じゃあ屋根作るの手伝っていい？はい。確かに、ちょっとカメラマンがいないところで何かしらが起こっているという。ん？そう。あ、なるほど。おうおう、これここにまた、あ、三角どうやったんですかこれ。いや、だから両サイドにその斜めのやつがあれば勝手にそうなる、うん、あ、なるんですね。じゃあさらにここに三角いのを作って、あ、両サイドに作ればいいのか。壊しちゃいけなかった。えい。えい。したら、さらに。うん、これでいいのかな。こんな感じでいいの。いい感じですね。三角屋根のお家。斜めだとさ。よいし。いや、あなた仕事してよ。あ、してます。すいません。あ、やだ。ちょっと、どこに置いてんだよ。どこに置いちゃいました。そこからだ、置かない方がいいんじゃないかな。うん。で、こうだろ。そうですね。真ん中から置いた方、もうちょっとなんかこれうまい具合に動かせないっていう事態。ここに置くと、だからそこ先置いちゃダメだ。あれ？あ、うん？あら。だからここにさらに置けば OK。あ、いい感じですね。こうだ。はい。あ、いい感じじゃないですか。ちょっと遠く目から見てみて。遠くから見てみて。あ、いいですね、いいですね。なんか同じ色だから。ちゃんと遠くから見てよ。ドアの前の下の水のところからちゃんと下からちゃんと映して、ね、もうちょっと下か。じゃあちょっともう落ちて、下に落ちて後ろで、後ろ、もうちょっと後ろ、もうちょっと後ろ、もうちょっともうちょっともうちょっとも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 っと、あぶ、ちゃんと遠くから映してよ。そう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 、そこらへん、そこらへん、はいね、まあ、なんか変だな、なんかまだ屋根と同じ色だからですかね。なんかこんなんでいいの？全部同じ素材にしたからなんか。じゃあさ、ちょっとさ、柱の部分だけなんかちょっと変えようよ。変えますかね。これなんか原木、原木にしよう。原木にしますか。じゃあこれ、うん、じゃあこっちもやってきますね。これはこんな感じだ。どう？これだと変。あ、いい感じじゃないですかね。あ、いい感じですよ。うん、屋根とか色つけられるのかなって。ちょっと色変えてみよう。あ、ちょっと頭が。ん？なになになに？頭が食い気味でしたね。じゃあ反対側やってる。はい。結構遠くまで届く。何分から撮ってるか忘れちゃった。そうですね、ちょっと忘れちゃいましたね。ができた。いや、まだ。なるほど。じゃあ反対側も囲んでいきますね。ここ、
を変えればちょっとなんかいい感じになるじゃん。どうでしょう。下どうする？下変える？下も変えちゃおうか。下も変えた方が良さそうな。じゃあ下変えよう。はい、もうその、あの階段のとこはいいよね。あ、そうですね。ここはいいと思います。すごい。木の位置が。そして、あ、間違えちゃった。ガラス入れ。ガラスなんてあんの？はい、ありますよ。あ、なんかフレーム付きガラス。さっきのと違うや。それを？ここに窓につけちゃいました。このドアどうやって開けた？これまだ開け方わかんないんです、実は。あ、あれ？え、壊れた。あー、ぶっ壊しちゃった。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。ガラス、扉。扉どうやって開けんだろうな。はい、あれ？ここにつけなきゃダメなの。あ、そうか。何で開けるんだろうな。あ、痛い、壊れた。あれ？え？あ、B ボタンだ。いや、違う。あ、違う。俺が開けた。私が開けたんじゃないんだ。やっぱり。何ボタンですか？これこれ ZL。 ZL。 あ、これか。あ、本当ですね。 ZL で開けた。はい、なるほどね。暗いなあ。あ、なんとこんなことになってましたか。なんか明かり、明かり欲しいんだけど。明かりは、あ、これだ。松明がありますね。はい。あ、なんか夕方になっちゃってる。嘘。じゃあ時間巻き戻すわ。夜が来ない。なんとか適当につけちゃいましたけど、これちょっと微妙ですかね。ん？ずいぶん明るいな、これつけたら。何が？この松明。松明。はい。なるほど。とりあえず4つ。あ、なんかランプとかも。なんだ、ここにつけないでよ、ちょっと。 あ、いいですよ、好きなところにつけて。端っこがいいの。多分さ、置いてるところがさ、対照的になってないとさ。あ、確かに。これなんかさ、ん、すごいさ、太いガラスだね。あ、なんかフレーム付きガラスと板ガラスがあるみたいなんですよね。まあいいけどさ。それにします。板もどっかに。もうちょっとなんか普通のガラスもあるやん。なんかいろいろあるな。開放的な空間の方がいいよね。でお家っぽくなった。なんかベッドとかさ、机とかさ、そういうのない？家具的な。家具を置こうよ。あ、提灯とかありますけどね。なんだこれ、鉄火巻きってあるぞこれ。鉄火巻き。置いてみるよ。はい。これ。え？これ食べられる？これはネタでしょう、これ。なんだよ、これの。これを上手に使いこなせてこそ。まあ、そうだね。家の中にはさ、少なくともいらないでしょう。いらないですね。ライト。なんかいろいろある。タイヤとか。え、これ机とかないの？そうですね。なんかブロックはいっぱいありますけど、そういう感じじゃないね。あ、本棚ある。本棚置こう。はい。どっち本棚にする？違いのかな。あ、いいですね。なんか時間も自由に巻き戻せたりするから、うん、ベッドとかないのかな。時間巻きますよ。おいおい。はい、12時半でよ。12時半ですね。
暖炉とかも作れそうですね、これ。嘘。なんか石壁とかあるからうまい具合にすれば。火とかはどうするんだって感じですけど、ここになんかこんな水とか溶岩とかありますね。ちょっと今は使えないかな。パイプってなんだ。エアシャフト、換気グリル。なんですかこれは。あ、収納箱って今入った。へえ、あ、そんなのあるんですね。え？石？これ。これ収納箱？石じゃないですか。収納箱。箱？あ、よく見るとなんかロッカーみたいにこう。ああ、なるほど。見えるかもしれない。何やってんだよ。いや、開けられるのかなと思って。開けられなかったよね。あ、壊しちゃった。ごめんなさい。じゃあ一応これで第一のお家ができたということですかね。え、いいのこれで。これお家なの。あとカーペットとかもありますよね。あのカーペット引いてるじゃん。しましょうね。いいよ。ほら。あ、ちょっと。お邪魔？おじちゃん。明るくていいんじゃない？そうですね。あ、扉が壊れちゃう。これダメだ。壊すなよ。なんか入り口は置けないんだ。そっか、一マス分しか置けないからか。間違った、間違った。はい、なんでこれ。窓が開いて、ドアが開いて、あれ、この時間ってさ、はい、なるほど、これ1分がこっちの世界だと1秒だろ。あー、そうですね、確かに。なるほどね。てか、そろそろ尺的にやばいよ。そうですね、じゃあこれで全然家進まねえじゃねえかよ。プレールームみたいな。ちょっとよし、じゃあちょっとここで。そこ。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。反対パート3見てね。首がひどい。